熱になってきた。いいね。会いたいな。こんばんは。めっちゃ会いたい。会ったら泣きそうだよ私は。変な人。まあ、明日もね、お仕事なので私は。そう、久しぶりにね、ちょっと月曜日、まあ夕方で終わるんですけど、うん、お仕事なんですよね。うん、寒かったよ。いつもより気温低くてね、寒かった。だからね、いつもね、なんか1枚だけなんだけど、今日はパーカーを着ていきました。うん、今日は寒いね。まあそれでもなんかちょっと歩いてると汗かいたりするんだけど、うん、カラコンつけてますよ。私いつもつけてます。うん、最近前までつけてなかったんだけどね。うん、お仕事の時もつけてます。うん、めっちゃ色く見える。ごめん、動きがうるさいよね。ごちそうさまです。美味しかった。明日のお弁当は何を作ろうかな。
お肉をでも解凍するのがもうめんどくさい。そしてレパートリーもない。最悪買う明日。ねえ、もう限定のオールブラック。あ、これだって仕事着ですから。仕事はね、基本的に私あの黒じゃないとダメなので、はい、夜はだから大体黒です。この遅い時間に配信してるとき、ご飯食べながら配信してるときは黒です、大体は。そうだからね、飲食店なので黒着てて、だから結構ハイター飛んだりして色が変わってます。そう、飛ぶんですよね。そう、この間チキン南蛮だった。うん、何にしようかな。でもさ、なんかパスタとかうどん系はさ、やっぱりタンパク質を取れないっていうのが難点なんです。タンパク質を取れない知らんがなって話やんな。タンパク質取れないとか知らんがな。そう、やっぱり私タンパク質をね、なんか意識的に取りたい人なんですよね、一応ね、うん、一応気にしてはいるんですよね、野菜取らないくせして。そう、タンパク質言うなら野菜も取れよっていう話なんですよ、本当に。そう、野菜もね、取らなきゃいけないんです。でもなんかね、いい感じの野菜がうちになくてねいい感じの野菜とはなんだけど、ね、何にしようかね、迷うわ本当に。こんばんは。ラフな格好ですよ。仕事着基本的にあの黒で、黒なら何でもいいよっていう、何でもいいはあれだけど、まあ、黒の上下ならまあワンポイントついてもいいし、まあとりあえず汚れてもいいものなら割と何でも OK なので。本当はね、なんかトレーナーとかだとあの袖が邪魔だったり、うん、なんだけど、まあ、寒いんでね。そうだから長袖は本当は好きではありません、仕事中の。でも寒いので。今日暗くしていい？今日ねちょっとお目目が疲れて、目目が疲れてっていうのがあるんだけど、自分的にちょっと、あ、待って待って待って、私今なんか引っかいたな、うわやらかした、アロマのなんか油を引っかいちゃいました。あ、いい匂いそれの方がね、やっぱり仕事はしやすいんですよね。オッケー。あ、こぼれたんじゃないよ。基本的にこういうのこぼれないから。そう、固まってるやつをガリガリってしちゃった。よし、いい雰囲気。お化け、何、怖い話始まりそうだね。そう、この空間が落ち着くんです。私は暗い方が、暗いの大好き人間。ダメだよ、本当はダメなんだよ。そう、明日お洋服何着ようかなとか、お弁当何作ろうかなって考えながらね、
仕事をするんです。明日お休みじゃないんです、夕方までなんですけど。そう、まあ最悪コンビニはね、コンビニで、コンビニは手じゃないよ、弁当はね買うわ。うん、なんかパン食べたい気分でもあるから。そう、でもなぁと思いながら、あ、2つのバイト休みが合わないの。あ、前も一回話したんだけどね、合わないわけじゃないんです。そう、基本的に私週2日のお休みをもらってるんですけど、週2日っていうか、まあなんか夜だけだったりっていうのもまあありますけど、まあ、基本的にはその1日休みっていうのが2日ある。2日っていうか、まあ、水曜日と、まあ、月曜日なんですけど、たまに、ね、夕方なんかその月曜日はもともとでも休みが欲しいって言ってるわけではないのね。で、私はそう、水曜日はあの完全にお休みにしてほしい、よっぽどのことがない限りはお休みにしてほしいっていうお願いをしてるんです。だからお休みなんです、基本的にね。なんだけど月曜日は別に、まあなんか一応そのもう一つのお店ではお休みをもらってるんですよねっていう話をしてはいるけど、まあ全然入れてもらって大丈夫ですっていう話もしてるから、だから月曜日も仕事入る時があるよっていう、覚えといてね、うん、そんな感じ。うん、だから基本的に私月曜日休みですよ。休みのことの方が多いです。うん、そう、そんな感じ。こんばんは。基本的に私水曜日休みですよ。うん、来月は水曜日一日出なきゃいけないんだけど、そう、まあもちろんそこはね、まあ、他の人との兼ね合いですね。やっぱりあの希望給が欲しい人もいるし、そう、それでやっぱり出れる人がね限られてくると、あ、じゃあごめんだけどこの日出てもらえないみたいな、水曜日出てもらえないってなったりもするし、うん、そうそうそう、そんな感じ。まあその分私もね、なんか希望給お休みもらうことも全然あるし、っていうとか、まあそこの兼ね合いですね。まあなんせ人数がね少ないですから、多くないんでね。やっほピアス増えてない増えてない、そう、多分増えてない。うん、この1年
以内に増えたかな。いやそんな増えてない。そんなっていうか、辞めてから1個だけ増やしたんだけど、そう、卒業してからね、 AKB 卒業してから、そう、1個だけ確か増やしたんだけど、多分そう、1個だけ増やしました、自分でバーン。基本的にそれだけなので、でもその後にも全然合ってるというか、こうやってね、配信上では合ってるはずなので、多分気のせい。人は少ないです、どこも。本当に大変だよね、困ってるよ、会社も会社も困ってるよ。今日も早めに配信は終わります。もうね、どうしたんだろうね、なんかさ、昨日も言ったけど疲れやすくて、寝なきゃね、本当に仕事中やばいの。仕事中なんかね、倒れそうになるくらい眠気がマジで下手したら倒れる。だからちょっとね、いろんなところで調整しながら、寝不足。いや私なんか別に寝ても寝なくても基本的に眠い人なんですよ。寝てる。うん、まあ睡眠時間そんな長くないんだけど、私仕事の時はね。はい。仕事の時は本当にそんな長くない。けど、昼寝。そんな休憩時間が長くないんで、まあできますよ。お昼ご飯食べて、まあできて30分かなくらいなんですけど、まあしようと思えばできます。ただ私がなんだろう、本当になんか結構人が多いんですよ。そう、なんかその雰囲気がなんか人の気配がありすぎて、ちょっと寝れないなっていう感じ。そう、私なんかもともとなんていうの、その多分人よりも長く寝ないとダメな人なんですよ。なんていうんだろう、いるじゃん、なんかショートスリーパーもいるけどロングスリーパーもいるんですよ。そう、やっぱりそのやっぱ一定何時間以上寝ないと本当に体調にも出るし仕事にも支障出るレベルで、そうす、なんか なんだろうっていう、そう、分かるでしょ。そう、私多分そのタイプなの。まあ寝てもいや、まあ昼寝したらたまに夜起きるんだけど、そうなの。だからやっぱりそう、寝ないと本当にね、マジで倒れそうになるのなんだろうな。そう、個人差があるね、本当。私はだからどっちかって言ったらね、ショートスリーパーでは全くない人なんで、
まあ、でももちろん調整はできてますよ。だからその分あの早く 寝たり、あの休みの日にすごい寝たり、そう、そこで調整してやってるんですけど、そう、皆さんはどっちですか？私は本当に何かその癖して何か寝れなかったりするから、あれ何だろう、何だろうね、分かんない。だからその睡眠の質にもよるじゃない。そう、ちゃんと寝れてるのか、それともあの浅いのか。私浅いらしいんですよそう、一回あのしょ、ね、相談したことがあるんですよ、そう、病院の人に。そう、いやちょっと本当にすっごい夜中起きちゃうんですよね。一緒ですか？結構一緒の人多いね。そう、私だから本当にちょっとした気配で起きるし、本当にすごいんですようん、だからなんかうちのマミーは一回、ね、寝るとなんかちょっとやそっとじゃ起きあのの物音じゃ起きないんですよ。物音っていうか、なんかまあ例えば誰かが作業しているとか起きないんですよ。だから私いつも配信してからお風呂入って寝るじゃないですか、まあ、その前にマミー寝てるんですけど、一回寝ちゃえばそう、全然その後はもう私がなんかやってようがガサガサやってようが、お風呂入ってお風呂の中でやってようが、うん、もう全然起きないんですけど、私ダメなんですよ、ね、寝ます。なんかなんだろう、本当に例えば誰かが部屋に来るとか、あの桃梅が動い、あのちょっと動いただけでも私は目覚まします。そう、ちょっと動いてなんか布団の中に入れろだとかするだ時するだけで私はパッて目を覚ますので、そうマジ浅すぎそうで、それを病院の人にすっごい起きるんです。夜中にほんと1時間おき2時間おきに起きる時もあるくらい、そうね、困ってるんです。そう、すごい目がすぐに目が覚めちゃうんですったら、まあなんかそのまあだいたいその人ってこんな風な感じなんだって、意識的な感じで寝てる時、意識がね。でまあこのラインが、このラインがね、まあ目覚めるところだとするじゃん。ここが深い人は、ちゃんと寝れてる人はまあ深くいって、でまあちょっと上がってきた時もここを越えないから起きないんですよ。そうなんだけど、浅い人からしたら寝るじゃん、でここ浅いじゃん。そしたらここ、この上がってくるタイミングで、そう上がってくるタイミングで起きちゃうんです。そう、同じ波の大きさでもやっぱり深さが違うだけで起きちゃうんです、この部分でって言われてだからそれはなんか定期的に起きるよなと思って。そう、なるべく暗くしてます。そう、私一時期本当ちょっと明かりがある中で寝てたんですけど、それがなんかダメになっちゃって、暗くないとね、もう寝れんわと思って、最近ちゃんと、最近っていうかもうここ数ヶ月は本当真っ暗にして寝るようにしてて。そうそうそう、なのでね、皆さんもね、なんか気をつけて、本当に。そうだから本当にすごい夜中起きるなっていう人はそういう人です。私と一緒です。そう、私と一緒です。睡眠が浅いということですね。なんだろうね、なんかうんまあなんか何が睡眠にいいのかはちょっと分かんないですけど、そう、一緒だなっていう人はなんか一緒に直してこうね。
なんか睡眠の質ってさ、やっぱりさあれだよね、なんか日々のなんか生活習慣を見直すしかないんだよねきっと。そう、そこからじゃない？気をつけよう。でもちゃんと3食はねご飯食べるようになったし、進歩進歩、ここ1年で1年半くらいで素晴らしい、えらい。お菓子も食べるよ私はそう、お菓子も食べます。アイマスクするとめっちゃ寝れます。そうなのか。3食食べてプラスお菓子、ジャビッとお菓子を食べます。そう、あのいつも仕事してるとさ、まあご飯食べる時間が、夜まで仕事するとさ、ご飯食べる時間がまあ22時くらいじゃないですか私いつも。でもお昼食べるの、朝ごはんはまあ6時半から7時半くらいのそのあたりにどっかに食べるんですね私は。そう、それはもうバラバラなんですけど、でお昼がまあ12時半、まあ早い時は12なんですけど、12時から13時のどこかにまあ大体食べてるんです私は。まあ遅い時は13時半とか10、まあそうなったりはするけど、そう、まあもちろんそれ混み具合とかにもよるんで、そう、まあでもそのくらいにね食べるんです。そこからね夜ご飯までが長いんですとてつもなく、だから仕事場の人にも言われた、長すぎみたいな夜ご飯まで長すぎるけどお腹すかんのって感じ。いや、まあすくんですよ。だからそのあのね、仕事と仕事の合間のちょっとした時間にお菓子を一つつまんで食べてます。美味しいんですよねお菓子。ご飯遅いよ、だって私帰ってきてから食べてるからってなると、そう、22時になります。だから8時間9時間くらい間が空いちゃうの。なんかすくやね、みんなもご飯はちゃんと食べるんだよ。まあなんかお腹空いてないときはたまに食べないならいいけど、うん、たまにある私も。16分だね、どうしよっかな。もうちょっと話すか、こうや、いや、こうやしながら、話しながらこうやしよう。うん。でもね、お菓子がね、お部屋に転がっているんだ、ちょっと。これ美味しいよ。ピュレ組の、和菓子の味、和菓子。これもね美味しいです。これまだ食べてなかったんかいって感じだけど、まだ賞味期限大丈夫だ。そう、これもねちまちま食べてたんですけど、めっちゃ美味しいんだよ。そう、あのポテト、スイートポテト味、ね、まあ、さつまいもなんだけど、これめっちゃ美味しい。そう、ゲームするの。そう、これあと一つなんです、残り一つ。そう、これをねいつもおやつに持ってってたんです。今ねなんかねあれなんですよ、あの最近結構あのみんながね旅行行ったりしてお土産をもらうことが多くて、そう、差し入れいただくことが多くて、そう、それをね食べてたので、あと一つなんです。美味しいですこれ。
そう。よし、そしたら行きます。うん、いや、美味しいよね、お菓子っていいよ。まあ、びっくりした。どこ行こっかな。川辺の集落行こうかな。こんばんは。キャンドルつけてる、アロマキャンドル、いいでしょ雰囲気。今日はジョーマローンです。ジョーマローンもね、この匂いが好きなんです。ピオニー&ブラッシュスエード、定番の匂いなのかな。なんかさ、最近見たんだっけ、最近っていうか、まあちらほらっと見たんだけどさ、桃の香りがするなんか香水があるって聞いてさあ、もう出なきゃ出なきゃ、危ない危ない危ない、危なくない、遅れてるよ。そう、すごい気になってんだよね。なんかもう本当に桃みたい、桃の匂いがするみたいな。そう、あるらしい。フルーツ系のいいよね。ね、月のさ、まだ使ってないんだけど、なんかどのタイミングで使うべき。なんかさ、使えないんだよね。いや、ちょっと今度使うわ、マジで。ちょっとね、配信で使おう、せっかくなら。なんかさ、これね、もらってからね、ずっと保管しちゃってるっていうね、ちょっと私の。ごめんね。あ、待って待って待って、うば。やばいやばい、同じところに降りた人いる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 。ちょっと行くわ。君はここで。あれ、いないじゃん。どこ行った？嘘だろ。待って待って待って、怖い怖い怖い。どこもいないんだけど、どこ行ったの？匂いしないとかある？いや、まあでもそしたらキャンドルとして、あの月の満ち欠けを、あの道はしないわ、ごめん。道はしないけど、あのかけていくのをね、楽しみますね。なんかついついなんか他しちゃう。可愛いんですよ、そう、ほんとマジ好きなの、超好きなんだけど、どっかに敵がいるぞ。しかもなんかすっごい強そうな人だったんだけど、いや、人がいたんだよ。でもね、なんかね、消えたの急に。どっか行ったの、どこ行った？あ、誰かいると思って逃げたのかな、私がいると思って。すっごいでもね、なんかごってごてに着せ替えしてたよ。そう、だから強そうに見えた。あ、私もなんか割とちゃんと着せ替えしてる人なんですけど、元気で強いって分かる？あ、分からん。いや、そう、なんか
なんだろう、その着せ替えとかをちゃんとしてるとなんか慣れてんのかなみたいな。そうで、なんかあなんかちゃんとそういうのをなんか課金してんのかなみたいな感じがあるから、そう強そうだなって思うんです。ただ別にガチャとかでも全然出たりはするので、そう強いかは分からん。山の中のツイギーのミニスカート真似して、短い髪をトンボイって言われてるけど、だけど合わなきゃダニュール、このキャラに似合ったファッション、気になる束があるのような Yeah How do I look baby baby tell me。 ムロちゃん可愛い。ああ、いるわいるわ。待って、誰かいるんだよ。どっかに誰かいるんだけど、マジ見つからんので諦めます。本当に見つかんなすぎる。なんか足音めっちゃしたんだけどさ、マジでなんかどこにいるのかがさっぱり分かんなかった。あっちもなんか探してる様子もないというか、なんか打ってくる感じもないし、あんまり窓ガラス割りたくないな。人は何なんだ。こんばんは、こんばんは。ごめんね、今荒野行動中でごめんね。お話は全然してるから、はい。まあなんか私のね絶叫聞いててください絶叫聞いててくださいとは、ごめんね、うっさいかもしれないんだけど、ワーキャー騒ぎ出すんで。きっと騒ぐ暇もなくやられる時もあるんですけど、みんなお疲れ様。おー、欲しいやつあるわあるわあるわ。よきよき。待って待って待って、あれがない、あれがない、あれがない。どれがない？なんてスコープがないんだよ。スコープが全然スコープないんだけど、スコープない。スコープが欲しい。何してるの？あの荒野行動っていうのをしています。そう、荒野行動をやっています。はい、ちょいちょいやってるんですけれども、私たまにねファンの方ともマッチングしちゃうっていう。ほら撃ってる撃ってる、どっかで撃ってる、どっかで撃ってるよ、頑張れ近くで撃っています。ちょっと行けよっていう話なんだけど、ごめんね、ちょっとまだ装備がね完全じゃないので。あ、ほら待って待って待って、どこだよ、どこで売ってんのそれ。すっごい、絶対近くに人がいるの、絶対近くに人がいるの。
ほらほらめっちゃ打ってる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 。ただスコープがない。全然いいスコープ持ち合わせていない。私がいつも使っているスコープを持ち合わせていないので、ちょっとどこにいるかわかりません。どこにいるかもわからなければ、なんかまあ撃つこともできなさそうです。あ、いる？あれじゃね？あ、違うわ。あれじゃないわ。人だと思ったらさ壁の穴だったんだけど。いやマジで全然どこにいるかわからん。私存在してる？このゲームの中にちゃんと。あ、待って、撃ってる。あ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。おー、びっくりした。スマってめっちゃ狙ってるやん、やめて。衝撃だって今の。すいませんね、こういうこんな感じです。平野のやられてない、やられてない、ギリギリやられてない。びっくり、下から出てくるとは。座って待ち構えてたんだけど。うわ待って、なんかどっかになんか投げたやつおる。やめ。他に人いる気するんだよな。ここがいいと思う。絶対あそこ何人かいるよ。何人かいるけどちょっと離脱します。なんかほんとあの隠れる場所が多すぎて下手に動くとマジでやられる。そう、下から撃ってくる。ちょっとびっくりしたよ今のは。ごめんね。こんな感じで、あの平野のゲーム配信です。ゲーム配信っていうほど画面映せないので、あのもうなんか私のあの反応を見て楽しんでねっていう、なんかすごい謎な感じかもしれないんですけど。爆弾投げるとか、手榴弾とかあるよ。爆弾はちょっとわかんないけど、私あんまり使わないので、あんまりっていうか使ったことがない。上手い人使うんですよね。こんばんは。そう、上手い人ね、バンバン使ってくるっていうね、すごいんですよ。上手なの本当に使い方が。そう、それで炙り出して撃つ、それから撃つみたいなね。そう、もうなんかそこまでできたらねプロですね。知らんけど半数だって。ホラーゲームじゃないよ、普通の荒野行動だよ。銃でバンバンするゲームです。あ、違う違う違う、すっごいなんかより超寄り道してたけどさ、安全地帯遠いんだって。すっげえ寄り道してた。やべえ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 、なんでこんな寄り道してんの私。やばい、ちょっとね、あのほらほら、あのいつも言うじゃん、安全地帯にたどり着けなくてやられるっていうのが一番おもんないんだよ私からしたら。そうそう、おもんなすぎるんで。何が何でも毒ガスでやられるのは嫌だ。こんばんは。マジで面白くないそれ。あ、でも車なさそう。あそこ行ったらあるかも。こんばんは。そう、寄り道しすぎました。ただね、ちょっとね回復が心もとないんですよ今。車来い、車。あ、でも行けるかも。このくらいなら行ける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 。うん。いや、わかんないけどギリギリ。あ、行ける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 。大丈夫大丈夫。行ける、ギリギリ行けるよ。ギリギリ入れる入れる。これなら行ける。頑張れ、走れ走れ走れ。
ケーオッケーオッケーオッケー、入ります入ります入ります、オッケーです、素晴らしい、入りました。安全地帯遠いんだって、安全地帯遠すぎる。あとね残り28人です。この指の向こう、一つに結ばれたい二人がいる。Sitting in the same star。OK。よきよき、残り20人です。でも誰にも出会わない。オッケー、入りました、無事。あ、車乗り回してるやついるわ、やめて。でやられてる人いるじゃん、車乗り回してるやつにやられてる人がいるじゃないか。あっ、オッケー、ないない、あ、いいもの落ちてた、よきよき、私ねスコープがねないと。こんばんは、残り14人、すごい減りました。そしてでも全然人と会いません、どうして、なぜ。なんかただただ走ってる人なんだけど私今。ただただすっげえ走ってる人、このフィールド内で。だもんな今。残り10人だよ。8人になりました。毒ガスリタイヤ多いですね。あ、撃っている音がします。どこで撃っているか。あ、撃っている音がしています。向かいます。全然どこかもわからないけどなんか走っています。どこで打ち合ってんだと。あー車も来ましたね。あー車にやられてるじゃん、いやだ、今打ち合ってた人、勝った人がさ車にやられたよ、目撃者私。嫌なんだけど車乗り回さないでよ、誰か知らんけど怖いってね。残り5人です、俺なんかだめっちゃ車乗り回してんだもん。
誰か車売ってくれ。知らないちょっと。近くでなんかしてんな。いや、行け行け行くんだ平野言う感想あ、車乗り捨てられてるよ。残り4人です。車乗り捨てられていました。車強いよ。あ、また車乗ったわ。また車乗ってるわ。やだ、やめてよ、怖いっちゅうね。多分車に、車向かって撃ってるでしょきっと。待って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 よ。やだ、誰だよ。回復回復、衝撃だわ。誰で今撃ってきたの。おびき出される、おびき出される。どこにいんのか私が把握できてないんだって。消え投げてくるし、私居場所バレてんじゃん。超居場所バレてんだけど私。どこだよどこだよ。もうみんなから撃たれるんだけど私いじめられてる。全然ね、どこから撃ってきてんのか私分かっていないの。残り4人だよ。せいすぎない？私だけポンコツだよ、残り4人のうちの。うん、ポンコツだよ。撃っちゃってる、撃っちゃってる。車と、なんかやめて、後ろにいんじゃん私の。後ろになんかいないでくれよ。あー、待って待って待って、撃たれてる撃たれてる。死ぬよ死ぬよ死ぬよ、死んじゃうよ。あ、死んだわ。でも3位だわ、3位だよ。もうなんか何が起きたか分かってないよ私。何が起きたか分かってないよ。いじめられた。袋叩きにされてたよ私今。ポンコツすぎたんだけど私だけ。みんなレベル高い中に、なんかさ、みんなレベル100くらいの中になんか20くらいのなんかポンコツがいるみたいな、そんな状況だったんですけど。まだ駆け出しに、あの、やっと初めて頑張りましたくらいのにあのレベル20くらいのポンコツが迷い込んじゃった。歌いこう、歌いこうね、歌いこう。毒ガスリタイアだった。そう、なんか一回出ちゃったの。そう、出ちゃったの。多分それか、撃たれてもいたし、もう分かんない。でもだって目の前に私の敵がいたんだよ。で、後ろからも撃たれてたんだよ。どうすんだよ私どうしたらよかったの。っていうね、そんな状況でした。
激しい雨が上がるように祈りましょう。Sky We'll be blessing on the same star Looking at the same moon 空へと差し出したこの指の向こう一つに結ばれたい二人がいる We see on the same star Looking at the same moon 心は心を求め合うぬくもりを手をつなぎ歩いてゆく See on the same star Looking at the same moon 空へと差し出したこの指の向こう一つを求め合える二人がいい City on the same star Looking at the same dreamWe'll be wishing on the same star Looking at the same moon 空を見上げて優しい気持ち思い出すから一つに結ばれないそんな時も Wishing on the same star Looking at the same moonSame star. Ooh. Oh,求めて僕から逃げて壊してほしいよ全部全部過去も捨てて笑い飛ばしていいよいいよいいよ嘘つきでいてもろ突き放してもう夢見ないようにああ行き過ぎた感情暴れ回るならいっそ世界から消さっていいのに僕はなんて未完成どうしたらいいかわからないんだ救えないなら生まないで愛を止めて僕から逃げて否定していいよ全部全部このままだと君を壊すいいのいいのいいの二度と振り返らないでうまく幸せになってねこんな僕が愛してごめんもう自由だよ本当を見せて
言いながら隠して騙し合う二人、ああ不必要に君は傷つけてくるけど、僕の愛でしか寂しさ満たすなよ。君はなんて見返せ、どうしたらいいかわからないんだ。よく似たものどうしだね、呼吸止めて僕から逃げて、忘れてほしいよ全部全部、たとえどこで生きていたあて、好きだよ好きだよ好きだよ。君は泣いているのにね、なんで泣けないんだろう。無責任に愛してごめん、全てが押し寄せて引き返して、定まらない正常な日々をお願い返して、終わりたい終われない、いいよ君が決めて。止めて僕から逃げて、壊してほしいよ全部全部、過去も捨てて笑い飛ばして、いいよいいよいいよ。二度と振り返らないで、うまく幸せになってね、こんな僕が愛してごめん。呼吸止めて僕から逃げて、忘れてほしいよ全部全部、たとえどこで生きていたあて、好きだよ好きだよ好きだよ。僕らにしか見えてない世界は脆すぎたみたい、会えてよかったと君が笑う、もう自由だよ。自由だよ。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。
君じゃなくてよかった、もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてく、新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事、声も顔も不器用なとこも多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワー見たく、時間が経てばきっと、きっと、きっと、きっと色あせる。月明かりに魔物が揺れる、きっと私もどうかしてる。暗闇に色彩が浮かぶ、赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。声も顔も不器用なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を添えてさ、ずっと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 抱えてよ。そしたらあと2曲にしようかな。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。虹色の雨降り注げば空は高鳴る。眩しい笑顔の奥に悲しい音がする。寄り添っていい
葉があってこんなにも愛しい。手をつなげば暖かいこと嫌いになれば一人になってくこと一つ一つがあなたになる道は続くよ。風が運ぶ希望の種、光が夢のつぼみになる。失くしたものを数えて瞳閉ざすよりもあるものを数えた方が瞳輝き出す。あなたが笑えば誰かも笑うこと、乗り越えれば強くなること、一つ一つがあなたになる道は続くよ。始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。虹色の雨降り注げば空は高鳴る。最後の曲です。守りたいものがある、この場所で強くなるから、握りしめた拳をまた握りしめた。本当に大事なことは言葉では伝わらない。ゆっくりとゆっくりと今その背中を見つめていたんだ。どう生きるかは自分で決めることだと分かった。本当の勇気はきっと優しさだったんだね。
泣かないことを決めたはずなのに、涙溢れて止まらなかったよ。寂しいんじゃない、悲しいんじゃない、勇気をくれたからなんだ。旅立ちを決めた朝、止めることできなかったよ。道の続き違うけれど信じてるよ。勝つことや負けることは何の意味もないんだと。大切な人守るとき戦えばいいんだ。人と人との摩擦を感じて押し殺してた深い傷跡を夢に変えて愛に変えて全部抱きしめていきたい。大切なものがある、あの時に誓った約束、離れてもどんな時も忘れないよ。誰もが孤独の数だけ心痛めつけ合うだろう。何度も何度も叫んでいるよ、命を包む愛と絆を忘れないで。ありがとう、ありがとう、一人じゃないんだ。守りたいものだから、この場所で守り通して、前を向いて頑張らなきゃたどり着けない。負けないで、負けないで、いつの日かまた会える時まで諦めない。何があってもいてゆこう。ありがとうございます。そしたらね、ランキングいきたいと思います。13位たもっちゃん、32位ところてん、31位たもちゃん、3、あ、変わったね、もう一回いきますね。13位ところてん、32位たもちゃん、3、11位しろみふらえ、30位ピアノマン、3、9位ムームー、3、8位サブローさん、7位トリックアトリー、ランタンさん、6位さくらのお友達、3位ダブル流星さん、4位かいさん、3位さるきちさん、2位けんいちさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。リフトいきます。ゆうたさん、けんいちさん、
ダブル流星さん、桜のお友達さん、トメさん、ランタンさん、タモちゃんさん、カイさん、ナナタさん、白身フライさん、ママさん、UCSB さん、ランタンさん、ところてんさん、サブローさん、桜の友達さん、北野くん、ピアノマンさん、ソソさん、ソルキティさん、大丈夫博士さん、ウトウさん、ダイちゃんさん、ヒデくんさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、皆さん、噛んだ皆様本日も遅くまで見に来てくださってありがとうございます。そしたらね、今日はこれで配信を終わりたいと思います。皆様ゆっくり休めてください。体をゆっくり休めてくださいね。一日お疲れ様。それではまた次回お会いしましょう。本当にね、寒くなったり、なんか明日は多分もうちょっと気温上がるのかな、なんか、まあ、変な気温なんですけど、風邪ひかないようにね、あったかくして寝てくださいね。それではおやすみ、またねありがとう。おやすみなど。